俺は嫌われてない。坊や。はい。坊やがかばっているのは鬼ですよ。危ないですから離れてください。違います。いや違わないけど、あの妹なんです。あなたがその気だろうと、私はここで時間稼ぎに付き合う気はありませんので。ではごきげんよう。本気なんですね、富岡さん。まさか柱が鬼をかばうなんて。俺の妹で、それで。まあそうなのですか、かわいそうに。では苦しまないよう優しい毒で殺してあげましょうね。ああそれ、すみません、嫌われている自覚がなかったんですね。余計なことを言ってしまって申し訳ないです。いや、動けるか。動けなくても根性で動け。妹を連れて逃げろ。富岡さん聞いてますか。富岡さん、鬼を切りに行くための私の攻撃は正当ですから、違反にはならないと思いますけど。富岡さん、すみません、ありがとうございます。これ対立違反なのでは。富岡さんのこれは対立違反です。鬼殺の妨害ですからね。どういうつもりなんですか。なんとかおっしゃったらどうですか。これは最後通告です。理由くらい話してください。あれは確か2年前のこと。そんなところから長々と話されても困りますよ。嫌がらせでしょうか。嫌われていると言ってしまったこと根に持ってます。